はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらホワイトボディセットについてですねご紹介したいと思います。まあ今までの動画でも登場している通り、僕ポルシェのこのボディが大好きでですね、何個も持ってるんですけど、また新たに、ホワイトボディ購入してきましたので、どういったものがですね、中に入っているかっていうのを開封しながらお見せしたいなと思います。はい、それでは早速開けてみたいと思います。このパッケージはですね、この袋が実は結構肉厚でかなり丈夫なんですよね。よし、はい、ということでまず全部出してみたいと思います。はい、まずはどうしましょう、説明書からいきましょうか。はい、説明書はですね、こんな形のものが同梱されています。で、基本的にはこれ、まあ、見ても見なくてもいいんですけど、一番大切なのが前回の動画でもお話しした、いわゆる、モーターの搭載位置、それからホイールベース、今までホイールベースって言葉使わなかったんですけど前輪と後輪のですね、中心の間のこの距離ですね、このポルシェでいくと90ミリになっていて、でこの前輪の幅は、ナローって呼ばれる、前回の動画でこの裏に N っていう文字が小さく入ってたと思うんですけど、その、シャシーのサイズにマッチしてますよと。でプラスこのワイド側、このタイヤの幅はこれトレッドとか呼ぶんで、これ書いてますね、トレッドって呼ぶんですけど、トレッドはこのシャシーの、ナローワイドの差と、もう一つですね、ホイールのオフセット量ですねによって、関わってきます。で前回の、オートスケールコレクションかなの動画でも挙げました通り、ポルシェの場合は、こちら、前タイヤフロントは、ナローホイールで、オフセットは 1.5 ミリのプラス側なので、1.5 ミリ外に張り出しますと。で、後ろリアタイヤはワイドホイールと呼ばれる、まあ、少し幅の広いホイールで、でオフセットは、プラスマイナスの0ですねというものになります。ですので、このホワイトボディの説明書を見るとですね、あ、このボディはこういったサイズでベストマッチするんだなというのがよくわかりますので、これ1枚持っておくと非常にいいと思います。はい、で次にですね、それ以降は組み立てのやり方になります。で基本的にはボディの、裏側に、このサイドマウントと、あとこの窓枠ですね、あとワイパーですとか、そういった部品を接着してつけます。で裏面に行きまして、よいしょ、あとはこのライトの部品だったりとかですね、この車ですとリアにウィングがついてますんで、リアウィングですとかそういったものを付けますというような説明書きになってます。はい、で実際に同梱されているものは、まずはこのボディですね。はい、これ何にも今組み立てられていませんので、目の部分も空洞ですしね、もちろん窓枠もついてないです。はい、で、次にですね、これキットによってついてる、ついたりついてなかったりもあるんですけど、あとホイールがこのキットにはついてますね。でこの袋を開けてざっと出してみるとですね、よいしょ、まずはこのホイールが4つありますね。でせっかく先ほどサイズの話をしたんで、ここで合わせてやっておきましょう。こちらの、はい、見えますか？もうちょっと近づけましょう。これ
れがですね、左側にあるのが、ナローのタイヤ、右側はホイールですね、右側がワイヤのホイールになります。はい、で、オフセットっていうのがこの方向で見るのが一番わかりやすいと思います。今この出てるのはワイドタイヤでオフセットが0ですので、これを見比べるとわかると思うんですよね。どうでしょうか。よいしょ、はい、ちょっと出っ張ってますよね、左側の方が。これが、ここのラインからどんだけ出てるかの数字がオフセット量、これでいくと 1.5 になりますね。はい、これが、車の、幅の部分を決める重要な要素になりますので、もしですね、間違って、広すぎるものをつけると前タイヤだとハンドルを切った時に、ボディにぶつかってしまったり、逆にオフセットが少なすぎるとこう中に引っ込んでかっこ悪かったりとかですね、そういった形になりますのでご注意ください。はい、あとはですね、リアウィングですとか、まあいろんなもの、ライト類だったりとかいろいろ入ってます。でこれ何も色もちろん塗られてませんので全部真っ白ですね。はい、で次に、これドア枠じゃない窓枠ですね。でこれ最初からこのスモークが塗られているので特に塗装する必要はありません。で最後が、いわゆるこのレンズ類、透明部品にですね、テールランプだと赤色だったりとかが最初からついてるんですね。これ非常に助かりますよね。なのでこれも塗装はなくてですね、はめ込んで接着して終わりというものになります。でこれおいおいですね、僕いつもこの自分のデスクで撮影してるんですけど、これ実はここにも書いてますけど、塗装ブースで、エアブラシでここで塗装したりっていう作業の場所にもなってます。で、プラモデル作ったりっていうのも好きでですね、ミニッツのボディもちょっと紹介するとですね、これですね、こちらは、このホワイトボディ、この真っ白なボディを買ってきて自分で塗装してこんな形に仕上げています。はい、もうこれ走行しちゃったんでボロボロになっちゃってるんですけど、まあ少し、物を揃えたりとか練習すればですね、これぐらいのものを作ることは可能です。はい、なかなかホワイトボディで塗装難しそうだなって思う人もいるかもしれないんですけれども、まあチャレンジしてみてもいいんじゃないかなと思います。おいおいですね、次今度なんかこうボディを作ってる時も動画撮ってですね、ご紹介できればなと思います。でまあチラチラとこう映すと思うんですけど、いろんな塗装とか僕好きでいろいろやってるので、なんかこう質問だったりとかコツとかですね、聞きたいことあればコメント欄にぜひ遠慮なくコメント残してください。場合によってはそのコメントに応じたですね、次の動画も作りたいなと思いますので、ご期待ください。はい、というわけで今日は、ホワイトボディの、中身について紹介させてもらいました。どうもご視聴ありがとうございました。またの、動画もお楽しみに。それでは。